X 回 -11 飛行する XF-11AF44 から7156号機 XF-11 はヒューズ社がアメリカ陸軍航空軍向けに開発した試作偵察機。性能は高いと考えられていたが不時期事故を起こし危うくハードヒューズを殺すところだった。この事故により開発計画は頓挫した。x f 十一は 陸軍航空軍による高速長距離写真偵察機という要求に対し、リパブリック社が開発した XF-12 レインボーと同様に開発された。陸軍は写真偵察用に当初100機を発注したが、第二次世界大戦の終了とともに、これをキャンセルし、ヒューズ社には2機の試作機が残された。設計は初期の D-2 の拡大版であると言われ、 最終的な外観は P-38、ライトニングと似たものとなった。前輪式硬着装置を備え、創発で余圧されたコックピットのある中央胴体を持つ騒動の全金属製単葉機である XF-11 は P-38 よりもはるかに大きい前幅とはるかに高いアスペクト比を持っていた。XF-11 は R-4360 から31、空冷製型28気筒エンジンを2機搭載し、エンジン前面に装着された2つの4、羽ブレード可変ピッチプロペラを駆動した。各々の,の,のエンジンに、機械的な複雑さと引き換えに性能と安定性を増加させる一組の二重反転プロペラを装備していた。メディアを再生する1946年の、 ニュースフィルムハワード・ヒューズが操縦するオイル漏れが発生し右プロペラの制御ができなくなり最終的には後ろ側のプロペラが逆ピッチになったことによりエンジン水力が崩れ機体を右側に大きく傾けたヒューズはプロペラをフェザリング状態にするよりも機体をロサンゼルスカントリークラブのゴルフコースに不時着させることを選んだがゴルフコースの 約300ヤード手前で、機体は突然高度を失い3棟の家屋をなぎ倒した。3つ目の家は、墜落による火災で完全に破壊され、ヒューズは危うく死ぬところであった。試作2号機は、通常形式のプロペラを装着して、ヒューズが怪我から回復した1947年4月5日に、初飛行を行った。この試験飛行は平穏無事に行われこの機体が、 高速度では安定し操縦性も良いことを示したが、低高度でのエルロンの機器が悪く低速度での安定性が不十分だった。空軍が XF-12 の対抗馬として評価テストを行い、XF-11 は操縦と整備が難しく、製造コストが2倍かかると予想された。XF-12 は少数が発注されたが、空軍は ボーイング RB-50 スーパーフォートレスと同様の長距離写真偵察能力を持ちはるかに安価に調達できるノースロップ界 -15 リポーターを選択した。ありがとうございます。